今回のあらすじ、23歳のゆっくりサバにお邪魔させていただきました。以上です。あらすじの雑さが以上だわ。初めての方ははじめまして、星と申します。霊夢よ、マリサだぜ。さあ、本日はみんなでネザー進行です。進行よな。いや、あながち間違いではないと思うけどね。おお、見渡す限りのまがまがしく赤い世界、まるで霊夢のイメージにぴったりだな。白霊神社のこの辺りに吊るしてあげようか。神社はそういうところじゃねえだろ。まあそんなわけで、今回はゆっくりサバ後編になります。これを機にチャンネル登録と高評価と通知をもぜひ。よろしくお願いしまーす。それじゃあネザー探索を始めますか。ん？ミグさん何やってんだ？あ、これちょっとまずいかも。いや何してんのこれ？あ、やってんなこれは。さすがにまずいって。裁判かな？いややってないやってない。門番してただけ。門どこにあるんだよ。まあ嫌な予感はしていたよ。まさかあんな堂々と突き落としてくるとは思わんわな。許さんぞ。めちゃくちゃキレててくさ。笑うな。笑う角には福が来るんだよ。人の不幸は蜜の味の間違いでは？よし、次はパルクールだな。ソウルサンドの鈍足結構厄介なんだよな。さて、落ちそうになった。やっべ間違えて火打ち石出してもうた。ド M なの？サバ組だ。ちなみに今はどこに向かってるんだ？太陽。OK 死にたいんだねおバカさん。あ、走行してるうちにピグリム要塞に着いたみたいね。なんかもうすでに制圧しそうな感じがするな。まあこんな要塞俺たちの力があれば3光年後には余裕で終わってるぜ。それ距離の単位じゃねえか。やばいやばいやばい、ちょっと待ってちょっと待って。誰かヘデも超えたか？威力がぶってるだろ。一体向こうで何が起きてんのやら。きっと楽しいバーベキューでも行われてるだろうな。この状況でその発想に至るお前の脳髄に問いたい。結局あの要塞宝が敷けてたみたいで根こそぎ潰してきましたわ。やってることが公害同然。それにしても結局どこに向かってるんだ？一応ネザー要塞探してるけどなかなか見つからなくてね。そりゃ一箇所に固まってたらそう簡単に見つからないわな。手分けして探した方がいいんじゃない？輪投げして探した方がいい？輪投げ？ただ遊んでるだけじゃねえか。困ったことになったな。何かあったの？先遣部隊とはぐれました。はぐれちゃったの？あれ？どこまで行ったのあの人たち？いやわかんない。もうあいつらは放っておいても大丈夫じゃないかな。後方はこっちに任せっきりにしてガンガン行くし、こっちはこっちで別のルートを探しますか。ほう、先遣部隊遭難のお知らせ。まあそんなわけで戻ってきました。ほんまに置いてけぼりにしたのか。いやーネザーの赤い景色をずっと見てるせいで目がチカチカしますな。マジでチカチカするのやめてもろて。さてさて、ネザー探索は先遣部隊に任せるとして、場面が変わりまして今度はナゴチ散策の人民見下したワマンですね。人参見下したワマン。違います。というか人民見下しとかすごいワード来たな。あと地味にたわまそっていうな。ちなみに中はこんな感じらしいです。内装もしっかり整ってるな。あの豆腐建築屋とは全てが違うわね。そうだな。ダメらしゃい。あとそしてほとんどが木造らしいっすね。火をつけたらよく燃えそう。はい、道徳赤点全然前世からやり直しな。そこまで行ったら古代生物か何かになっとるわ。ちなみにここから上に登れるみたいね。おお、水流エレベーターか。そしてここは4階かな。周りのドアの先が個室なのかな。なんでこんなところに TNT が？随分とハイテクなインターホンだね。最近のタワマンってこういう感じなのかな？そんなイカれた設計にしないだろ普通。あれ？少し歩いてたらなんか超高い柱らしきものがあったな。どうやらメトクマさんが全身極達成を目指してるらしいわね。そのためのやつなのかな？ほうほう、これが俗に言う東京スカイツリーか。ほっそ。どうやら今回は限界高度から落ちる新曲みたいね。新曲名はマリアナ海溝とエベレストかな？そんな新曲存在しねえよ。お亡くなりになられました。勝手に殺すな。いやそれにしても深いな小屋。こんだけ深いとスリルありそうだな。あ。ん？え？お前なんなんだその目は？ちょいと失礼しますよ旦那。前回に引き続きまたやってんのかよ。いやいや下には水が敷いてあるはずだから大丈夫だ。まあこんな日もあるさ。とりま裁判所行こか。とりあえず裁判沙汰にはならずに済みました。老老さんが優しい人でよかったわね。とまあ、いろいろありましたが、ようやく俺の家の完成になります。あれ？ちょっと待って。どうしたんだ霊夢？この家。全然なーい。マジでなーい。あれから時が飛びまして、今度は古代の残骸採掘です。なんかすごい空間ができてるんだけど。先客が来てたようですな。さあ、ここは効率のいいベッド爆破法で行くか。それって確かネザーで寝ると爆発する仕組みを利用したやり方じゃない？でもちょっとリスクあるんじゃないの？まあ心配はいらないさ。ちゃんとブロックを挟んでダメージを最小限に抑える。ああ、もう少しで取れたか取れたのに。バカだろうわ。うちの命があまりにも多すぎるわ。突然取り襲われやめろ。それじゃあ早速ベッド爆破やっていきますか。さて、ベッドをここに置いて、量を置く慎重に。ファイヤー！よし。さあ。なんでマグマも落ちてくるんだよ。当たりと外れを同時に引いた感じか。でもまあ古代の残骸見つかってるし生きてるんだし、結果的にはプラスでよかったんじゃない？てか熱い熱い。腰の炎が消えないんだけど。腰どころか全身燃えとるがな。ふう、まあいろいろ危なかったけどこれで古代の残骸。ゲットだぜ！それにしてもまさか一発目で見つかるとか奇跡だな。もう今回の運使い果たしたんじゃないの？何を言ってるんだ？今回はベッド爆破だからさすがにまだ見つかるはず。そうだー
なんで爆発したんだよあれ。というか俺のアイテムたちが、本当に運使い果たしててくさ、ただの自爆じゃねえか。一戦のマグマのバカ野郎、坂月さんでもあんなひどいことしないだろ。自然地形に何を言ってんだお前は。とばっちり。そが、でも幸い重要なアイテムは残ったからまだ続けられそうだ。もう引き返したらどう？この先絶対またやらかす未来が見えてるし、損失が大きくなる前に帰った方が。今度こそ慎重に行けば大丈夫だ。こいつ話聞いてないぞ。もう目に言ってらん内閣総理大臣。さあ、行くぞ。あら！よし、マグマに気をつけてすかさずこっち。落ちてくるのが早すぎるんじゃー。爆破した瞬間迷わず戻ればよかったのに、どこかすやめい。さっきのでアイテムは全部守りきったし大丈夫だ。もう爆破したら交代第一で行くぞ。まだ懲りないのかよ。お前次こそヤバいことになるだろ。いや、マグマが上から落ちてくることがあるのは分かったし、即座に後ろへ逃げればマグマにやられることなんて。おい嘘やん、まさか下からとか聞いてない。ああ、これは完全にやらかしたな。だからあれほどやめとけって言ったのに。二度とやらんわこんなクソゲー。やっぱ自業自得だろ。よっしゃ、今日はエンド解禁なのでエンドラ討伐しまっせ。一気に日にち飛んだな。その間に何かあったんじゃないのか？ありません。びっくりするぐらい取れ高がありませんでしたよ。もう裏作業的な場面流しても面白みがないもん。というか今どこに向かってるの？さっきも話した通りエンド要塞に向かってまっせ。ちなみに私は出発が遅れたので先にいるみんなを追いかけてます。唯一の遅刻者じゃねえか。そう、俺は人生で遅刻を810回しかしてないのにこうなるとは。遅刻待ってレベルじゃねえぞ。ちなみになんとか追いかけて合流することができました。あらおめでとさん。ん？急にみんな氷を掘り始めてどうしたんだ？この下にゴールドロジャーの財宝が埋まってるらしいんだ。ここラクテルですか？どうやらこの下にエンド要塞があったみたい。それにこれだけの人数だからあっという間にポータル見つかるんじゃない？案の定すぐに見つかりましたとも。さあ、お待ちかねのエンドラ戦です。開幕からボッコボコで草。これはひどい。あまりにも数の暴力すぎる。今回ばかりはさすがにエンドラに同情するわ。やっぱり入ってるな。お、来るか来るか？来た来た来た。任せて。倒せ倒せ倒せ。さて、ジゴです。まあ最初から結末は予想できたよ。ちなみにこの後伊沢さん隊との戦いが始まりました。ボスラッシュが始まってんだけど、誰だよ呼び出した奴は。まあとは言ってもこの最強ダイヤフルクラスメゾライがビーガン相手では、さすがの伊沢さん隊でもどうにもならないわな。最低でも50形態はいないと勝負にならんな。サーバーが死ぬわ。ちなみに伊沢を倒した後にエンドラ復活させて、案の定勝ちました。好き勝手やってるねー。もはやただの蹂躙。ということでみんな先にエンドしてに行ってしまったので私も後を追います。また置いてかれてんじゃねえか。途中でたまたまニグさんたちと合流したので一緒にエリトラ探します。この場にいるのは私含めて4人ですね。他のみんなはどこ行ったの？エリトラを求めて個別行動。連携の取れない調査兵団か。さて、私たちは今死の淵にいます。ひえー、落ちたら一巻の終わりだな。あ、ニグさんがエンド投げてくる。こいつ危険じゃねえぞゴルア。こんな危険な足場でいきなり襲撃してくるんじゃねえよ。グラさん割れるところだっただろ。この状況ならグラさんなんてどうでもいいだろ。うん、なんとか倒した。今ので寿命8秒くらい縮んだわ。ほぼ影響ねえじゃねえか。さて、今のでそこそこもたついちゃったし早く俺も。あれはまあひどかったな。あの不足のごぼうめよくも、俺が苦労して集めた装備を全て無駄にしやがって、絶対に許さないからな。いつかお前らの世界を水浸しにする企画考えてやるから覚悟しろよ。なんだよその復讐の仕方は。カジノにやってきました。いや名前クソひでー。どうやらここは綿飴さんとフローラさんが運営してる施設みたいね。ちなみに目の前の筋肉もりもりマッチョマンの変態のぬこぬこさんが早速ハマってます。余計なこと言わんでええやろ。それじゃあこのルーレットを見てみましょうか。ぬこぬこさんの挑戦です。挑戦な。ちなみに倍率は赤と黒が2、緑で10らしいです。あ、止まったみたい。場所は石か。これは何なんだ。大外れです。ちなみにこれでぬこぬこさんの所持金が底をつきたらしいです。大敗北じゃねえか。これがカジノの闇です。本日は裁判です。なんか急に物騒なの来た。今回行われてる内容はニグさんをレイマリさんがキルした件についてですね。まあこれについてはニグさんの配信を見た方が面白いので裁判編は以上です。さあ、お花見しつつみんなでダンスを踊りましょうか。え？これ裁判後だよね。あんなに殺伐としてたのに空気変わりすぎだろ。っていうか待った。この音楽とその動きはまさか。民族儀式かな？さてさて、あの後解散したので私は古代都市に向かいますか。すでに先客がいるみたいですが救援を聞いたので応援に向かってます。とりあえず合流したので一緒に探索していきます。はぐれました。いや応援の意味、何しに来たんだよお前。なんか気づいたらいつの間にかどっか行っちゃって。まあ確かにこんな頼りない奴といても何のメリットもないからな。言い過ぎやしませんか。
やっべ、シュリーカー鳴らしてもうた。いや何してんの？おい早く逃げた方がいいだろ。いや大丈夫だ。こういう時のためにちゃんと対策を練ってきたんだよ。まず防電が湧いたらオブザーバーとオートブロックを置いて、防電ホイホイの完成だ。プレイヤーから10回かけなければここにおびき寄せることができるんだ。あ、確かに装置の方に引き寄せられてるわね。なるほど、聴覚頼りの修正を利用してデコイにしてるのか。そして俺が古代都市に来た目的は宝だけじゃない。防電を倒す。爆破戦じゃあ防電にパトだなんて100万年早いよ。言ってくれるね。でもそんな考えはこの後吹っ飛ぶぜ。ほら見ろ、装置に気を取られてる間にブロック窒息だ。いや直接戦わないのかよ。貴重者！いや殴り合いで勝てるわけねえだろうが。だからこうして倒すこかないんだよ。まあ確かにずる賢いやり方ではあるな。さて、もうそろそろ倒れるかな。とりあえずこのシュリーカーは壊しておくか。やっべこっち来ちゃった。おいマジでどうする気なんだ。まさかあの状態からこっちの音を検知するとは。そ、完全に壊すタイミングミスった。もうこうなったらここで勝負を決めるしかない。お前を消す。俺の勝ち。なんで負けたか明日まで考えといてください。クッソ調子乗ってんなお前。だって俺以外に防電倒したやついるか。いないと思うけど倒したところで意味なくない。こっちからすればほうそれで案件だけどな。いや今度は何なんだ。さて今度はこのクリーパーのスキンで何人か驚かせてみようかと思います。またくだらないいたずら考えてんな。全員失敗に終わりそう。やってみないとわからないだろ。ということで最初のターゲットはニグさんです。廃盤コース確定。次回参加権消滅。さすがにこれでそこまでやる人じゃないだろ。あ、見て見て来たわよ。よし、柱の影にスタンバイだ。さあ、イッツタイムフォーリアクション。うおーおーおい。あ、どうやらニグさんは驚いてくれたみたい。とりあえず最初は成功みたいだな。ちなみにこの後クロスボウで脅されたので逃げました。そりゃ当然そうなるわな。さあ、次はオフプンさんです。この方は建築力カンスト J ですね。私にもその建築力を100割分けてください。割合の単位知らないのか。うわぁ、ぶっ逃げた。いてぇ。入ってきたのかと思った。オフプンさんも驚いてくれたみたいね。代償としてハート3つ消えました。まだ安い方だろ。さて、次のターゲットを探してたらなんかすごい露天掘りがありました。あれここって作業サバですか。どうやらぬこぬこさんがこの山を削ってるみたいね。あの筋肉村人そうだったのか。名前で呼んでやれや。さて、今掘り進んでる方角的にこちらに背中を向けているはずだ。よし。ビンゴ！うるせえわ。さてそろそろ行ってみますか。うわぁ、マジか、それは怖い。また成功です。まさかここまでうまくいくとはな。信じられないぜ。明日は再戦の雨でも降りそう。そっちの方が信じられないぜ。さあ、次はなごちさんです。あ、ちょうど階段で棒立ちしてるわね。一体どんな反応を見せてくれるのでしょうか。あれ？まさかのノーリアクションだと。あ、どもどもー。プレイヤーリストでバレバレでしたよ。まさかそんな抜け穴があったとは。まあさすがに全てうまくいくわけないよな。ちなみにこの後クリーパーの頭くれました。頭持ってたの。これで頭だけ普通のスキンにすればリストでバレることはなくなるだろう。名越さんこんな奴に渡しちゃダメですよ。それじゃあ次はうたいさんです。本当は近くにとつもりさんもいるんですけど、二人同時にはさすがに無理なので近くのうたいさんを狙います。うたいさん逃げて超逃げて。うわびっくりした。ああ爆破されるかと思った。え、なになにどうした。作業してたらこのクリーパーのモシャモシャがあって飛び跳ねちゃった。ああなるほどね。とりあえずうたいさんは成功ですね。ちなみにあのオブジェは何。どうやら少し前にとつもりさんがカジノで超大当たりしたらしいので、エメラルドのみの突像を作ってるみたいです。金持ちの特権だ。そして隅っこにカジノの敗北者がいました。取り消せよ今の言葉。見るな、見んじゃねえ。ちなみにカジノは倒産寸前まで銭持っていかれたみたいです。ブラックジャックでボロ負けした模様。どんな奇跡が起きたらそこまで行くんだよ。詳しくは本人たちの視点へ。ごさて、本日はローローさんの村で紫外線バトロワが行われます。とりあえずルール説明されてるところですね。若干名話聞いてない方がおりますが。さあ闇のゲームの始まりだぜ。ここはやっぱり俺が全員キルして格の違いとやらを見せつけてやらないとね。お前の場合は弱の意味で格が違うだろ。それにさっきから攻撃外しすぎじゃない。そ、このバトロワ超能力者いるのか。お前がただがバエイムなだけだろ。おのれ、だったら殴り合いじゃ。負けて昇進したのでビニーさんと合体してます。いやどういう状況ねん。そしてボンタムさんからは白い目で見られてました。そりゃそうだわ。そして便乗するソラシンさん。もういいわ。ということで第2回戦です。うお、早速ニグさんが危ね。あら、さあ牽制は完璧だ。お前も逃げてんじゃねえか。とりあえず今回は取れたか犠牲のギリギリまで隠れてます。格の違いを見せるんじゃないのか。負けたら意味ないんだよ。最終的に勝てばいいのだよマリサ君。なんだこいつ。なんか知らんけど残り2人になっていました。なんで今度は終盤まで生き延びてんだよ。というか相手は誰なの。さあな、とりあえず回り込んで姿を見るとするか。こいつはあの時の、ちょうどいい、ここでリベンジさせてもらうぞ。そ、草が邪魔だ。まさかあの時のハッシーさんが最後の相手なんてね。なんという巡り合わせ。ほら、あの時は特殊ルールだったから負けたんだ。殴り合いでは負けるわけにはいかん。ハッシーさんも負けじと殴りかかってきてるわね。くそ、向こうに比べたらこっちは装備が貧弱すぎる。なんとか地形をうまく利用して立ち回らなければ。よっしゃ来い。
お前がナンバーワンだ。負けてんじゃねえか。通算連敗更新ね。あっという間に最終日が訪れてしまいました。おいちょっと待てや、なんだこの画質は。録画設定の解像度を間違えてしまいました。最終日くらい綺麗に終わらせることもできないのかよお前は。まあそんなわけで以上がゆっくりサバ更新でした。あっという間の1ヶ月間でしたね。普段こういうイベントになかなか参加する機会がないのでとても刺激的な経験でした。この企画を提案してくれたニグさんや参加してくれた皆さんにはとても感謝しています。1ヶ月間本当にありがとうございました。この動画が良ければ視聴者の方もぜひチャンネル登録と高評価通知をもよろしくお願いします。それではまた次回の動画にお会いしましょう。ほなまた。